密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませた。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルーシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らに。さてと、行き先は。よいしょっと。よいしょっと。よし。お宝だ。何？ん？グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。あいつら。もう二度とやらないと言っておきながら、ま、悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな。
わかるまで。ここにしましょう。行き先は。行き先は。よいしょっと。よし。ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？ああ、思いっきりやってやれ。あの時の。そこまでだ。観念しろ。お前はグレイ。7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。それはお前が死んだと思って。はあ？それがどう関係すんだよ。まさか。違う。そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが。私たちが天狼島で消えて、目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのか。こいつらはお前の家族なんだろう。なら守ってやれよ。悪の道。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。よくやった。
捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間。うん、そうだね。私もそう思う。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったらよ。ルーシー、ごめんなさい。え？よし。強盗か。ひでえことしやがる。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだな。私もどエルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の
敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。気を抜くと痛い目を見るぞ。7年間のブランクが怖いところね。でもエルザがいるから心配。魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。注意して進め。来たぞ。
扉、スコーピオン、サンドバスター。かわいいし、もとい、郵便物は返してもらうぞ。かわいいし、お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。ナイス、やっちゃえ。よし、切られたいものからかかってこい。問題ない。幸い壊れやすいものではないんだ。あれ、エルザ、荷物が破けてるよ。あな、下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ああ、それが可愛いし。よし。やるじゃないか。
さすがだね。郵便物は全て持ち主に届いたようだ。よかった。郵便物には高価なものやこの、それに届いた時の感動ったらないわよね。自分で注文して何が届くか分かっていても。そうだな、私も。裏には何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。うわーい、郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。